ですけども、これはどういう国が多いんですかってことですね。まあこれはですね、スペインがやっぱり多かったりします。ただまあハーフって言ってるフィリピン人ですね、クォーターって言い方が分かんないかったりするんですよね。要は4分の1、おじいちゃんかおばあちゃんがスペイン人っていうことなのに、ハーフって言ってる場合があるので、実際はクォーターだったりすることが結構多かったりします。特にスペインはですね、300年ぐらいフィリピン統治してたんですけども、だいぶ前ですし、そんなに、ハーフが多いとは思えないですよね。なのでクォーターなのかなと。で、あと穴場スポットについても聞かれてますね。エルニドの穴場スポット、エルニドっていうのはフィリピンの左の方ですね、細長いパラワン島の、てっぺんにある世界ナンバーワンビーチリゾートっていうふうに欧米で評価されているところですね。まあ、エルニドの穴場スポットいくつか僕も知ってるので、まあ、個別に LINE いただければですね、こちらの方をご案内できます。で、海外移住ご希望の方からですね、PPC 広告の出稿の仕方を教えて